ES 計画、スパイシャーありがとう。アスピリクエーターの魅力について教えてください。グーナー、自分としては喉から手が出るほどでしょ。あ、まあ、そうか。うん、でも、アスピリクエーターに関してはあれですよね。守備の、ポジショニングとか、守備っていうか、どっちもなんかこう、教えられたことをちゃんとやってる感じがしますよね。あとは3バックの一角でアーリークロス系のクロスはいいよね。ウィングバックで張ってる状態のクロスがいいかってそうじゃないけど、でも、シャドウサポートするオーバーラップとかもできるし、センターバックの背中守る守備もできるし、ただ対人守備が得意かっていうと、そこはちょっと、うんっていうのはありますけどね。